中華人民共和国外交部は中華人民共和国の国家行政機関で外交を担当する。最高国家行政機関である中華人民共和国国務院の構成部門の一つ。日本の報道機関では中国外務省と表記される場合がある。主な職務は中国の外交政策、国際関係や国際問題に対する見解の発表、 中国駐在の外国人記者のアテンドなど、各国に外交官を駐在させるほか、国内各地にも外事事務所を設置する。本庁舎は、北京市朝日区朝日門南大外2号に所在する。以前は、東港民港にあった。なお、中華民国、大韓民国の外交担当行政機関も外交部と称する。1949年10月2日、 中華人民共和国は建国の翌日にソビエト連邦と初めて国交を樹立する。現任大使は高原優。大使館は東京都港区元麻布に所在し、札幌市、新潟市、名古屋市、大阪市、福岡市、長崎市に総領事館を設置する。中華人民共和国外交部報道局は外交部中国の外交政策と対外関係。 国際問題に対してニュースと中国政府の立場を発表する部署。原則、毎週月曜日9金曜に定例記者会見を行う。2021年6月28日、外交部の正門前で放火を試みた男性が警備、関係者に連行される動画が中国のネット上で拡散した。王文武氏副報道局長は、 翌日の定例記者会見で事件の存在を認めた。ありがとうございます。